石橋狭間、ま、石橋の楽しいこといっぱいさあ皆様こんばんは、えー、石橋狭間、ま、石橋でございます、えー、まあのー、9月2週目ですか早いもんでございますけども前回前々回ぐらいになるんですかねあのー 8月の、ま、22日にですね、えー、僕はあの辻堂の、えー、南口にある、えー、餃子酒場加納さんというところの、えーま、餃子屋さん中華料理屋さんですかねそこで、ま、定期的にお笑いライブをやらしてもらってるんですけども、えー、そんな、えー、ライブが、えーね、ありまして。 僕たち石橋狭間まとでもう一組はいつも、まあ、シークレットというか、まあ、ゲストを呼んでるんですけど第1回目は s m シ s h r e c o というコンビ後輩で,で、えー、第2回目がですね、えー、ケンジ郎さんっていう皆さん知ってますかね、あのー、あなんあのうちのガヤがすみませんとかにたまに出てくる「悔いコメン」っていうのをやってるね「9156、えー」っていう、えー、なんか書いて 食い込む食い込むみたいな自分の履いてるパンツが食い込むか <laughs> 食い込まへんかというね、えー、とんでもないあの下世話な <laughs>、えー、ネタをする一期上の先輩なんですけどその方は平塚出身なんですよ。で、えー、前からそういうのもあってで僕は茅ヶ崎に引っ越したんでお隣さんということで。 ね、今はねあの都内の方に健次郎さんはお住まいですけどもなんかあったらちょっとぜひ手伝ってくださいお願いしますみたいなことを言ってたのでこの機会に、ね、出てもらったんですけどもまあまあね何、えー、て言うんですかやっぱりお酒入ってる席ですからねパンツが食い込むか食い込まないかっていうのがもう大盛り上がりでしてねええ。 店長も大喜びでね人生で一番笑ったなみたいなことを言いながらパンツが食い込むか食い込まかないかでというね、えーそ <laughs> えー、まあ確かに面白いですよケンジ郎さんというね、えー、先輩で、えー、ギャグばっかり昔からやってた人でね「えー、どうもケンちゃんと思います」っていうね、えー、どういうことかよくからんような挨拶ギャグをやる、えー、先輩なんですけども、まあ、そのケンジ郎さん来ていただいてもう大盛り上がりで。えー だからこうやっぱりねそれはもう湘南エリアでどん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 お笑いを見れるようにしていきたいなというのがまあももねあの一応吉本芸人の端くれですからそういうふうに思ってましてでまあこ,ねここのあの鎌倉もね鎌倉も湘南エリアってだからどこまでがっていうのはまあ難しいですけどまあ一応鎌倉もね湘南エリアでございますから言ってもんね。 えせっかくなんでこの鎌倉でもライブしたいななんて思ってまして、まあ、かでいろいろねこのディレクターのゆいさんに聞いてたら、まあ、鎌倉でなかなかライブハウスがないとそうなんですよねで,であって大船だと大船ですねだからもうそう考えたら鎌倉の、まあ、お笑いってね使い勝手いいと思うんで別に鎌倉のラ,、まあ、別にライブハウスがなくてもうんな何て言うんですか機材 マイクとスピーカーさえあればできるんで居酒屋とかでねやりたいなと思ってるんですよでこれを今現在聞いてるね居酒屋さんおられましたらちょっと相談にねあの石橋よとちょっと相談に乗るぞと。 えー、もしくは相談に乗ってくれよと、あのー、ちょっとどれぐらいの値段ってどんな感じでどんなことができるんやみたいなことがあればね、えー、ぜひもう <laughs>、これもあのこの鎌倉 FM の方にお問い合わせくださっても構いませんし、私、えー、石橋あずま石橋のツイッターなり、えー、フェイスブックなり、直接連絡いただければ、あのー、対応しますので、えー、だ僕はやっぱり、この湘南エリア全部で、 あのラジオをやりたいのと湘南エリア全部でお笑いのイベントやりたいんですよ、これもちょっといろいろありまして、でだから鎌倉とあと逗子、あっちの方でもやりたいですし、うん、そうですね、だから、えーまあ、江ノ島エリアで、まあうん、そうか、そうですね、江ノ島エリアでもやりたいですし、はいうんでえー、辻堂、えー、茅ヶ崎エリアでもやりたいし。 でまあ、大磯の方でもやりたいし、うん、その辺でねいろいろね順繰り順繰りねなんか気ぃ付いたらあ石橋狭間が湘南でお笑いライブを、えー、なんかほぼ毎,毎週土日どっかでやっているみたいな、えー、そういうことをやれたら本当素敵だなと思っております。ぜ、えー、ぜひぜひこ、えー、こちらのの、えー、れ聞いてるね、えー、飲食店の方 飲食店じゃなくてもいいです何屋さんでもいいですよ、僕はもうはっきり言って今、あのお料理教室もやっております、あのね、葬儀屋さんでお料理教室も、えー、やってますんでね、ともめきの日は。 えー、稼働しないということでまあ、そんなこともいろいろな可能性を秘めておりますの、ね、でぜひご連絡ください、えー、この番組の提供は、えー、スマイルシカ委員ちびっ子保育園の提供でお送りしております、えー、というわけでですね、えー、もうどうですか皆さんもうこの秋めいてきましたけどもうん何をもって秋と感じるんですかねやっぱトンボですかトンボ どうですかユイさんトンボを見て秋と感じますか？でも夏でもトンボいますからそうなんですよね。ガンガンとトンボ飛んでるんですよね。よね赤トンボですか？秋を感じるの。なんですかね。なんですかね。なんかちょっとずれてきましたね。昔はなんかトンボ飛び出したら秋かなとか思ってたんですけど、真夏の暑い時にもガンガン飛んでますね今ね。飛んでますね。でかいのがうんなんですかね。まあスズムシとか。 鈴虫もまあ泣いてたりしますよね夜ね,しますねこの辺多いっすもんねだから、ね、何をもってね季節をね感じるかっていうのはねやっぱでもまあ食欲の秋と言いますからなんかいろんな食べ物をね見て皆さんねちょっとまあ秋を感じることも多いんじゃないかなと思っておりますあのー、まあ ちょっとね『お父さん大使石橋が行く』でもねこのコーナーでもちょっとやりたいんですけどもあのちょっと気になってるのがねそのいつもまあ僕そのコーナーのために、えー、連ンさんね、えー、農協連即売場の方に行くんですがその隣にねうなんかめちゃくちゃ美味しそうな。 えー、もう本当、たたずまいが、もうな四五4、50年やってんちゃうかなっていうたたずまいの焼き鳥屋さんが軒あの、知ってます、ゆいさん知ってますけど、行ったことはないですよね、あれ、行ったことないですよね、なんか勇気いりますよね、なかなかあれって、そうです、ね、え缶酎ハイとか売ってんすよ、あれ、あ売ってますよねで。今日も昼間から行ったのかなって一瞬思ったんですけども、いや、このラジオがあるんでね、あ,のあれやということで、た焼き鳥と、あの中で売ってて、外で、なんていうんですか。 簡単な机と椅子が、ね、無造作に置いてあって、はい、でほぼ道路上で「どうぞ」みたいなねあれ気になるんすよねあの焼き鳥屋さんちょっと帰り行ったのかなと思いますけどもね今日の帰りねななんかね何ですかねあの感じねそそられるんすよねいや決してねあっ野菜とかあそこの玉ねぎとかわかんないですけど えー、例えばねぎまのねぎとかは、鎌倉野菜使ってるかも分かもんないですねそういう可能性もありますよ、ね、農協連のね、はい、いや、分からんね、あれで中国産の可能性もあるしな、ね、<laughs> いや、分かんないですけども、なんかその辺をね,ね、なんか、うまそうやな、そそられるなと思いながら、いつもこの,この仕事の流れのであそこ行くんで、いやそんな酒飲んでる場合でもないしなと思って、襟を正してくるんですけども。 うん、いやー、昼間から飲む酒はうまいしなーとか思いながらね、うん、なんかこう、いつも見てるんですよ、ちょっとそういう情報も皆さん、ぜひ教えてくださいよ、あそこの味、実はこうなんですよとか、あそこもいいですけど、ここもありますよとか、ぜひぜひ教えてください。えー、あというわけで、一旦ね、CM、の方行きたいったます藤沢本町トレアージュ白旗2階、日曜、祝日もやってます、スマイル歯科医院。 藤沢駅湘南台駅すぐちびっこ保育園音を反対し石橋が行く さあ、えー、内閣府特命大臣任命、えー、お党藩大使として活動させてもらっております、えー、内閣府男女参画局の方にですねホームページの方に、えー、毎月レシピを載させてもらったりとかですねまた、あのー、今月からは多分動きいろいろ違う動きも、えー、していってる、えー、そんな活動している、えー、吉本芸人石橋あざま石橋ですけども、えー、毎回ですね、あのーまあ、こと鎌倉の魅力を伝えるために鎌倉の食の情報をね えー、ここで、えーまあ、いろんな野菜ですね、主に鎌倉野菜を紹介してさせてもらってるんですけど、まあ、前回は空ウ菜、えー、を紹介させていただきましたが、今回はね、あのーまあ、野菜というか、あのー、本当にね、僕は大好きなお店が1軒あるんですよ、この長谷に、この,このね、えー、鎌倉 FM さんがあります。このの本拠地の長谷駅から この鎌倉 FM さんまで来るんですがその道中にね一見ね生ビール380円で置いてるお店あるんですよもう言ってもね大仏までね近いこの鎌倉の大仏さんまで近いこの通りで生ビール380円って破格なんですよええー、店やなーと思ってて俺で収録 帰り結構行くんですよ、俺。で、申し訳ないです、あのもう最近ずっと暑かったでしょ、だから、あの生ビール380円の見てね、俺、スルーできないんですよ、ちょっと帰り寄りましょうと。だから、さんも寄ってみてください、行ったことあります 行ったことはないんですよね。あの、わかる、わかるでしょどこかって,言って。あの、駅出てすぐ、右手の、ガチャガチャっとしたお店です。なんか、いろんな、フードも置いてて。はい、で英語、日本語、中、中国語、いろんな文字で書いてて。で、あの奥ってね、テラスになってて、ね、実はね、スロープ上がってったら。左奥に、めちゃくちゃ居心地いいんですよ。で、なんか、ちょっと、まあ。日本人の方、構えすぎてて、もうちょっとこじゃれた。カフェ、なり、なんなりに。 らす売ってるようなところには入ると思うんですけど、観光客の方とかはね、ちらほら、海外の観光客の方とかはちらほらと来られるんですが、いつ行ってもね、空いてるんです、僕はもうあのお店大好きで、なんていうお店の、のもうお店の名前すみません、分かりません、みんな、長生機を右手に、な,なんていうんですか、大仏の方に出て右手にあります、生ビール380円って書いてますから、見ってみてください。もう ままた来たた来んかかお前みたいな顔されますか俺「今日もビールすか?」って言われて「いや申し訳ないもうビールしか頼んでないのも申し訳ないけども」で僕が毎回いろんな変わった鎌倉野菜持ってるから「今日何すかそれ」っつって言われるんですよ「な何すかその長細長いその野菜は」みたいなとか、えー、結構覚えててくれててね。 うん、僕もいいんであのぜひあそこあっちいなぶず行くまでになんか疲れたらどうしようかなと思ったらもう超穴場ですので380円で生ビール飲めるあのお店ぜひ行っ,て行ってくださいやっぱこの辺ってね正直観光地価格ですからどれ行ってもね高いっすようんな,なんですけど、えー、僕が見つけたこの唯一のこのオアシスですね えー、鎌倉のオアシスですあそこ、えー、ぜひぜひ皆さん行ってみてくださいで、まああのー、前回もう前々回ぐらいから、まあ、ずっと言ってます、あのー、こちらね、あのー、僕がやってる、まあ、お父藩大使としての、まあ、仕事じゃないですけども、えーまあ、お父藩格言というのをね広く募集していっておりますで、えーまあ、何かお便りこんな格言あるよとかメッセージくれた方には おステッカーを差し上げようじゃないかと、えー、そして、このね、えー、お父さんキャンペーンというのはずっと続いていきますから、えー、鎌倉中をこのお父さんステッカーまみれにしようじゃないかと、ねなので、鎌倉 FM さんの窓にもそろそろペタペタ貼っていこうかな,なて,思って、これでも、あれですよね、元この建物って、今もそうですか消防署ですか。そうなんですね 消防署の跡地じゃなくて消防署なんですかここ今そうですね今消防団が使ってますね消防団が実際使ってんですよね使ってますあこれすごいですねあの消防,団が使っ消防団の方が使ってあるビルの今三階部分でラジオ収録してるじゃないですかそうなんですよねこれでもなんか消防というか火事だってなったら二階から誰か出動したりするんですか <え>シャット降りたりとかするんですか。基本的にはここには今いないんですけど。はい、まあ、何か緊急時があった時は、いつもここに消防団の方が来てます、ねはい。あ、ここ一回集まるんですか。に来て、その年末年始とか、はい、花火大会の日とかは待機してますね。はいはい、あ、何かあったら。そうです、ね。イベントごとの時とか、年末年始とかは。はあ、そういうことですね。え、花火の時一緒になって、花火見てるんじゃないですか。 いやもう普通に待機して,機して外のところの,あの1階のところに消防車もありますのであそ,ううそこのシャッター開けていますなるほどねじゃもう街の安全をここでね見守ってくれてるというわけですよ、はい、いやーすごいですよこれなん,かうん,、ね、なんかせっかくなのでこのなんていうんですかこの建物にもねその消防団の方に迷惑にならない程度にねお豆藩ステッカーをね <laughs> 消防車に貼ったらさすが怒られますから、えー、ねえあれですけども、うん、いらんところでね、えー、怒られてるわけにはいかないんでなんですかねこのど大仏に貼るわけにもいかないですしねなんかでもこの辺周りでどっか「いいよ私のお店は僕のお店はお豆藩ステッカー貼ってあげてもいいよ」みたいな方ねおられましたらぜひぜひ貼ってください。 であとまあ前回から言ってますね、もうどうしてもやっぱ、鎌倉でライブやりたいんですよ、もうお笑いライブでなかったら、えー、まあ普段僕やってる料理教室でも構いませんし、あとね、あのディレクターの結衣さんがやってるね、結衣さん、あ,あれですよね、これ、公表してますから、あのアイドルのプロデューサーを、鎌倉のご当地アイドルのプロデューサーやってるんですよ、はい、なんていうアイドルのかどういう意味ですか、オルタンシアは。フランス語でアジサイって言います。 あなるほどね、だから、はい、長谷寺の紫陽花を取ってってことですか、そうですね、はしゃれてるじゃないですか、鎌倉オール男子アのね、えー、MC をさせてもらってもいいですよ、全然、ゆいさんぜひお願しますものすごい回あ,ありましたけどね、ものすごい回あ,ありましたけども、ぜひお願いします。えー まあそんなのね、ぜひぜひちょっと皆さん、機会あったら、いろいろさっき話聞いてた、オールダンシアさんね、鎌倉オールダンシアさんも、の普段は都内でやってるんですよね、そうですねえ活動をされてるということでね、こっちのほうでなかなか見る機会がないということで、だから困難もあるから、アイドル、石橋狭間という芸人と、オールダンシアさんというアイドルが2ついっぺんに見れる,見れるようなイベントがあってもいいじゃないですか。やりたいですね,ねそうぜひ皆さん さあ私のお店でやっていいよいだから、た要は、えー、加納食堂さんみたいにね、えー、そういうあのお笑いライブや,やらしてもらえるところもありますから是非、はいねえー、俺のお店でそういうのやったらいいじゃねえかみたいな方おられましたら、えーね、前説は石橋狭間がネタやって。 でオルダンシアさん本編やってみたいそんなんもうあるじゃないですか、えー、ユニットコントをやってもいいですよコントアジサイでもいいですよね、えー、そういうのやらせてくださいぜひお願いいたします、えー、あっちまにお時間でございますまた来週、えー、お耳にかかりたいと思います、えー、ここまでのお相手は吉本興業石橋あずま石橋でしたそしてこちらの番組の提供はスマイル司会員ちびっ子保育園の提供でお送りしましたさよなら